1>, 1分でわかる徳川秀忠のヤバいエピソード3選。 1. 1秀忠は二大将軍になる人物ではなかった。秀忠が生まれる前に、家康には二人の後継候補が生まれている状態だった。一人目は月山殿との,の子供である徳川信康。もう一人は奥者殿の子供である、勇気秀でである。通常であれば、秀忠が徳川家の家督を継ぐことはないに等しいが、信康が信康自陣事件により死亡。秀では秀吉の元へ養子へ行き、その後勇気家の養子となったことから、秀忠が家康の後を継ぐことになったのである。2、関ヶ原の戦いで遅刻した。千六百年に関ヶ原の戦いが起きると、秀忠はイエから中山道から進軍することを命じられる。 しかし秀忠は真田正幸の策によって上田城を攻めることになってしまう最終的に上田城を攻めに失敗し損害を出して秀忠は急いで関ヶ原へ向かうが到着した頃にはすでに戦いは終了していた3大阪の陣で急ぎすぎる1614年に大阪冬の陣が起きるこの戦いに対して秀忠は関ヶ原の戦いの反省を生かし兵を急いで動かすがあまりに急ぎすぎて大阪に到着した頃には全員が疲れておりすぐに戦を始めることができない状態だった